さんまさんにもご覧いただきたいです。もうこれはやーっ、この VTR しか残ってないんですよ。 SOS 対チンチャーチンでいってみましょう。どうぞ。さあ、さんまさん、嬉しい。どんどんこちらもさんまいってみよう。はい。この VTR しか残ってない、この VTR、 この VTR しか残ってない。これもまた、相手、小林投手初めて見た。あ、小林あの投手やってるのももちろん知ってるんですけど、今の VTR 初めて見ましたね。あ、いや、僕も初めて見ましたよ。家庭用 VTR、 あの時の VTR というのはもうほとんど消えてるんですよ。はいはい、はい、あの上から撮ってたんですよ、昔は、お金がもったいないっていうのでほとんどないんです。だから多分ヤンゴーの VTR 見たい人はほとんどあの、トランポリンだけだと、ね、何年もやってるんで、あの VTR しか残ってないんですよ。 あれ今何年、77年ってことは20年前、え、30年前、もう30年前、ほぼ30年前、30年近く前ですか。あ、そうですよ。え、ってことでさんまさんが20歳の時ですか。21、2ですよ、あれね。多分さんまさんも21人の時やっぱあったんですよ、ね、突然50になっても嫌やろ。突然50になるのも嫌やろ。矢沢でお願いします。矢沢で、えいちゃん、こちらです。いつまでたってもかっこいいよね、えちゃんってね。えちゃん、え、何や、えちゃん、今年8月に開催されたロッケンジャパンフェスティバルに出演した矢沢永吉さん、37年間歌手人生で初めての体験をしました。さて、その体験とは一体何でしょう。えちゃんの初体験、うん、めっちゃでかい犬入ってきた。あ、これ、そうやな、言ったことないもんね。乗ってくれ、わーわー。犬がいるんだよ。犬も乗っている。そうそう。もう特別ゲストだったんですよ。特別 A ちゃんが。特別。だからもう、メンバーはもうボーンともう決まってるわけですよね。はいはい、そこへ、矢沢は出ますとか言って聞かれたわけやな。結構ですって言われた。あ、大丈夫です、間に合ってます。初体験ですもんね。はい、矢沢永吉さんですもん。はい、トップバッターにされたということはどういうこと。トップバッターやねんけども、それはどういうこと。そういうこと。いや、じゃあいらんねん、今やってるんですから。いや初めていらんって言われる。どういうことは。ロックフェスティバルや。ロックフェスティバル、普通のロックフェスティバルは何時からや。はいはい、どうぞ。午前中に出た。正解。空気薄くないですか。あ、この場所今地下40メートルぐらいの場所に。もう40メートル出るんだ。僕たちが、今から行く場所っていうのはこっちです。え、何が。え、今から宝を探しに行く場所はこっち。はい、マジで。じゃあ私あの先に行きますんで、はい、ここ行きます。もう登れんの、ね、今年の参加も全然楽じゃないじゃん。大丈夫ですか。大丈夫。全然楽じゃないよ、今年。じゃあ、行きます。あ、こっからか、びっくりした。ついていてええの。もう行っちゃったよ。行っちゃった。じゃあ、うちらこのまま真っ直ぐ行かない。せやせや。それで大岡さんがおいおいおいとか言う。多分ない、それもやってくれないと思うけど。じゃあ行きましょうよ。入るの？これ大丈夫か、これ。
足をこっちに入れて、君ら残るらしいな。そんなバカな。うわ、すげえなこれ。冷た。ここは深いのか。入っていいのか。じゃあね。冷た。大丈夫大丈夫。どうせ肉入るわこれ。うわ。うわ。行ってくるわバカスタッフ。うわ冷って。あー冷って。ああ。何これ。これずっと行くの。おこれずっと行くの。どこ。どこや。どこ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 。どこ行くの。何？そこ？その隙間？行けんの？行けます。行けます。あんたの体行けるか知らんけど、あの中やで。あそこの中。大丈夫か？いや今だったら引き戻せますよ。引き返せる。今だって、だってまだそこにいるもんスタッフ。なんかあいつら腹立ってきたわ。残ってるスタッフが腹立ってきた。こんな穴に入んねえ。なんやねんこれ。お前一つ注意点ある。なんや。水の中ザーッと体を突っ込んでいきますが、もし何か物が引っかかって身体が進むことができなくなったら、必ずそこで一旦止まって落ち着いて戻ってください。後ろに交代してください。無理しないで。そうです。無理したらそこで溺れる可能性があります。推進が分かってます。なんかどん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 ね、こういう状況が増えてくるたびに大賀さんの目が生き生きするんですよね。俺声も大きくなってる。うん。オッケー。どうやっていくの？こんな感じで。うわ。おい大丈夫かそれ？ここまでしゃがんでいただいて入ります。何が今年のロケは楽やねん。ちょっと待てよこれ。うわおいなんかいないやろな水の中に。うわわわわわ。無茶やと。おいこれ無茶やと。俺戻りますわ。あれ重い木村。うーわマジでだ。いない。もう何なんだよ今年の三択。うわわ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 わ。ねえこれおかしいよ。大賀さんどんどん言ってるぞ。お前ちょっと待って、これ俺大丈夫か。うわ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 ちょっと待って、ちょっと待って、これいけていけていけていけ、マジでよ、いけていけていけ、これなんかお前スタッフがびっくりした。こんなとこカメラマン潜んどるぞ。うわくわ、いたいたいた。さまさん、そこで左耳をつけながら、鼻と口を水面から出してください。鼻の口と水面から出す？はい、そして顔を横に向けて、うん、はい、ゆっくり進んでいきます。ちょっと待って、これこれ何なんだよ。俺はちょっと半分潜ったけど、ええのかこれで。なあ、大賀おさまさん、今のはダメでした。何がダメやねん。何したって言われてる。危ないです。何が危ないねん。何つったっけ。おい、口と鼻つけたらあかんねん。お前でもな、つけた方が何だよ木村。右耳を、そうです、右耳をつけて、もう少し上、天井を向いて、もう潜れ、もう OK、それで進んでください。誰が基本通りやねん言うてんの。これ、飲んでも大丈夫やな。これどう？今ので大丈夫？ OK です。今の OK やって、俺もう邪魔くさくなって潜ったよ。もうちょっとこれほんなんやねん、ね、これ何百メートルってちょっとおかしいでしょ。これ何百メートルっておかしいでしょ。大賀、はい、今これ何メートルや。まだ10メートルですね。ほいで、およそ何百メートルに行くね。1キロはいかない。1キロはいかない。大賀、大賀、はい、どこや。あ、そっちです。ちゃんとしいといてくれ。あー、伸ばしたらあかんな。ここでやっとこれ伸ばせるわ。次はですね、こっち行きます。え、
どこ？この水の水流沿いにずっと行きます。なんで？なんでじゃあこれ番組のために宝を探すね。そこの向こうに宝があるね。いやここ行くんですよ。今見ました。これちょっとでもウップウップ水だと思って顔をグサッと上げたらグサッと行きますよ。あのここはもうずっとほふく前進みたいな感じで。ほふく前進簡単に言うてありますよ、ね。本当マジ今年の三択おかしいってこんな感じで。うわ、行っちゃった行っちゃったよ、おい。行っちゃったよ。うわ、つかんのか。うわ、ほんとね。うわ、おい、早く来い。うわ、気持ち悪い。うわ、こういった、ちょっと、こうか。こっちですって、これ何ごっこ。え、何ごっこ、これ。行き先も教えるぞ、おいおい。こら、こうか。うわ、おい、ちょっと、もうちょっと頑張ったら着くぞ。いった、なんじゃこれは。お前、不利やな。ごっついったけそうやな。あの、難所をクリアした後のその大岡さんの落ち着きがすごいね、羨ましいんですよね。かっこいい。